今からここ今カポレーですね、カポレーショッピングセンター、ここでご飯を食べようと思います。ヘルマリアッチ、ヘルマリアッチはですね、カネオヘが本店で、あと他にも何軒かハワイ中にあるメキシカンなんですけども、やっぱねローカルにとったらすごい人気のメキシカンなんですよ。でメニューもすごい豊富でなかなかね美味しいので、今日はここで夕飯を食べようと思います。ヘルマリアッチがカポレーにあるっていうのはなかなか知られてないところもあると思うんで、ぜひここでヘルマリアッチを食べてみようと思います。ヘルマリアッチです。このメキシカンな感じいいでしょ、みんなが見てます。ヘルマリアッチ、カネオヘが本店なんですけど、3、4軒ね今ねオアフ島にありますね。やっぱね人気のベースメキシカンなんで、しかもメニューがこんないっぱい、わかる？メニュー僕の顔どうでもいいよこんな感じです。そして何を頼むかよくわかんないんで、ウェイトレスさんに全部聞いてみようと思います今僕が頼んだのはこのカーネアサダ、これを頼みました、はい、これお肉、アサダは夜、朝だこれね、このカーネアサダ全然名前わかんなかったんだけど、ずっと食べたかったんですよ。で前はみんなでシェアして食べたんですけども、今回は一人で食べれるんで超幸せです。子供が飲むなんかかき氷みたいなマルガリータかき氷マルガリータ来ました。 Three amigos テキーラトルティーヤいただきますね。ボーノ、あれこれイタリア語かイエーイ、あ、マイアミゴーズ。What did you order? スリーアミゴーズ。I ordered スリーアミゴーズ。見て、ステーキとシュリンプの、わかんない。もう一回名前ちょっと待って、調べるから。カーネアサダ。夜でもないのにカーネアサダ。カーネアサダ。カーネアサダ。カーネアサダ is a meat, yeah. And アサダ is グリル、グリルだって。うん。セビーチェ、ここのセビーチェが一番おいしいって信頼のおけるママが言ってたので、セビーチェ、いただきます。うまい、うん、うん、ボーノ、ボーノ、ボーノわ、うまそうだな、ステーキ。いただきます。こういうの食べたかったの。うん。こう、やっぱメキシカンうめえな。やっぱエルマリアッチいいね。うん。安定してる。やっぱうまい。